ダヴィンチリゾルブを使えばこんな感じのカラーグレーディングをすることができます。はい、皆さんこんにちは、アキヤです。今日はね、ダヴィンチリゾルブのカラーグレーディングをやっていきたいと思います。はい、で本当にね、ダヴィンチのカラーグレー教えてくださいっていうねコメントすごくね、いただけたので、今日はね、ダヴィンチのカラーグレーディングについて、基本的なね、やり方をご紹介していきたいと思います。まあこの動画をね見ていただくと、まあダヴィンチリゾルブでできるカラーグレーディングとか、まああとやり方とかね、基本的なことはね大体ね分かるようになっています。あとそれに加えてカラーグレーディングの楽しさとかもね分かっていただけるような動画にしていきたいと思います。ぜひね興味ある方とか、まだね登録してない方は今すぐ登録してから見てください。まあまずはじめにねビフォーアフターからやっていきましょう。元の映像を見せます。はい、これがね元の映像です。まあね結構あのグレーディングで詐欺してるみたいなそんなね映像になってるかなと思います。あのそういった雰囲気もねあんまりないんですけど、グレーディングをすることによって、はい、こんな感じで、変わることができます。はい、今回ね、こういったねシネマティックなやり方を踏まえて、まあ、誰でもね簡単にできるような、手順でご紹介していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね、カラーグレーディングをやっていきたいと思います。今回はねちょっと皆さんが分かるようにちょっとまあちょっと大雑把になっていくんですけど、まあ、そこら辺ご了承お願いします。はい、ということでまずね、こういう風な画面になります。ちょっとね分かりにくいと思うんですけど、まあダヴィンチリゾルブにはねこういうノードっていうものがあります。まあこれをねプレミアプロとかで例えると、まあ、調整レイヤーみたいなものをこういう風にいっぱいね作っていくことができます。これをこういったノードに、各ノードにこういう風にね色をね情報を加えていくことができるという風になっております。これは一旦消します。はい、でとりあえず1個作っていきます。で今ねログで撮影したものをこちらに用意しています。でログっていうのはまあ色のね情報量を多く撮影している手法となっております。まあこういったねカラーグレーディングをする際に、やりやすくなるように、ログでね撮影します。まずはこのログの色を戻していきます。1個戻し方、まあねラットをいきなり当てるっていうのもいいんですけど、まあせっかくねダヴィンチリゾルブなので、全部手動でやっていきたいと思います。まずねこのカーブのページを出してください。でこれでこのねこちらのこのクリップのここの編集の横のこのねここリンクボタンを押してください。そしたら YRGB とこの Y も全部で、ね選択できます。この状態で、このね、スコープはパレードを表示させてください。そうすると、基本的にこのねハイライトの部分を下げます。はい、そしたらねこっちも下がります。うん、で次にシャドウの部分を上げじゃあハイライトの部分を上げていきます。はい、こんな感じですね。そしたらねこのパレードの部分も上がったり下がったりっていうのが上がったり下がったりっていうのがスコープでね確認できることになっております。これがねすごくいいですね。まあプレミアにもあります。で一番下はねだいたいこのぐらいまで下げておいて、まあ両方ねピタッとつかないようにしてください。まあそれでねだいたいいいと思います。今回ねちょっと省きながらやっていきます。でだいたいね明るさの調整っていうのはこれでできます。次はね色を起こしていきます。でこのね、この RGB ミキサーというものの赤の出力、緑の出力、青の出力、それぞれを全て上げていきます。はい、上げます。はい、そしたらね綺麗に色がね出てきます。で若干ね出る以上にちょっと出すぎてて、まあ、サイドが高いものとなっております。まあそういったねところもあるんですけど、まあ一旦これで終わりにします。で次 Mac の方だとねオプション S でノードを追加することができます。はい、で次ね、ここでね一応色を起こしたので、次ここからね編集をやっていきたいと思います。はい、で今回はここから次はさらにね明るさを調節する方法を教えます。はい、でこのカラーホイールのここの3つあるんですけど、まあ、ここでも選べますね。はい、でこれのプライマリーホールのリフトガンマゲインオフセットっていうものを、出してください。でこのホイールが色の調整で、この下が、明るさの調整となっております。でまずね僕はだいたいリフトを下げます。はい、結構ね暗めにしておきます。はい、そうするとね引き締まっていくような映像になります。で逆にね原因を少し上げてあげます。はい、これはね言ったらまあ明るい部分を上げていくっていう感じですね。はい、これぐらい。そうするとねかなり見やすい映像になります。
はい、動画の全体が、暗い場合はこのオフセットで調節してください。明るくとか暗くこのオフセットで調節してください。はい、うん、大体カラコレはこんなもんでいいかな。はい、こんな感じで大体ね一通りの明るさの調整が終わりました。でまたノードを追加します。次はねスキントーンの調節をしていきたいと思います。スキントーンっていうのは、まあ、人の肌の色ですね。これがね結構大事なのでここはねちょっと注目して見てください。でこのねスキントーンはスコープを必ず見てやりましょう。でベクトルスコープというものがあります。これを表示してください。そしたらねこんな感じの円形のスコープが出てきます。で、どういう風にいじるかっていうところなんですけど、まずね人の肌の色だけを、調節します。ここのスポイトのツールを押していただいて、選択範囲というもののこの一番左のスポイトを押します。で選択したい部分にブジュッと刺します。はい、でこれでねその色のところだけ判別しています。でここのね新たなこのねアイコンハイライトを押すとその選んでいる部分のところが表示されますと。はい、でこのプラスのスポイトを押すとさらにプラスで出していくことができます。でむしろ逆にマイナスのスポイトを使うと押したところが消えていきます。はい、こんな感じですね。うん、で大体ねこの白のクリーンとかでこういう風にだんだんちょっとだけね広げていくことができます。はい、こんな感じかな。で僕はね大体こう人の肌の色は結構綺麗に抜いておくようにしておいています。はい、で唇まではいかない方がいいですね。でまあ今回ねちょっとざっくりといきます。はい、こんな感じかな。でこのねノイズ除去でまあ境界がね境目がねあんまり派手にならないようにしておきます。はい、こんな感じでいいかな。うん、でねこのオフセットのところをいじっていくんですけど、ここのね色を変えるともうね全てがまあね顔の色全体がね変わっていくようになっております。はい、次がこれがね難しいちょっとね難しいんですけど、このベクトルスコープのこの線があるじゃないですか。だいたいねこの線に合わせるように、色をね肌スキントーンを持っていくといい感じになります。はい、まあだいたいこれに合わせておきましょう。まあ今回はねあんまり細かい説明はしません。はい、でちょっとね分かりにくいんですけど調節していきます。はい、これぐらいかな。ちょっとね大雑把にしてます。こっちだとね今逆にいっちゃってるんですね。これがこの部分が。はい、でこれをちょっとね濃すぎずこれぐらいかな。はい、ちょっと小麦肌っぽくしておきます。はい、これぐらいがいいんじゃないかな。うん、で一個注意点として今ねこの壁の部分とかこの辺までなってしまってるんで、これにねマスクをすることができます。マスクっていうのはその部分だけにエフェクトをかけます。ここマスクを押します。でまあ大体丸でいいかな。そしたらねこんな感じの出てくるんで、これを使うとその部分だけが、マスクで色をね調節するようにすることができます。はい、でこれで OK です。そしたらね壁の色は全く反映されていない状態となっております。はい、これでねちょっと今ここの部分が明るいのに対してマスクでここを消してあげると、こういう風にこの違い上の部分がかかってますよね。これ、うん、でこの辺だけで留めておくというようなこともできます。でこれがスキントーンの濃度。はい、こんな感じですね。まあ、あとね簡単に1個ねもう1個いいのをご紹介しておくと、このね、カーブのページをまだ開いてください。で、まあ、こんな感じでねいろいろあります。で例えばこの2番目だと色と色を変えます。どういうことかというと、例えばどこかにスポイトを置きます。はい、そしたらこの青の部分の色を変えることができます。はい、紫色オレンジとかね。でこれを広げてそれのね、範囲をね広くすることも可能となっております。で今回はちょっとねこの辺にしておきましょう。はい、で後ろから2番目のものを押してください。そしたら輝度 VS サイドとなっております。で例えばこういう明るい部分シャドウの部分をこれをね調節すると、暗いところをね真っ暗にすることができます。でどういうことかというと、シャドウ部にもね今ね暗い部分にね実際青というものが乗っています。今はでそれを暗い部分の色を全くね黒にすることができます。まあ無色
サイドを抜いていくことができると、そういう風になっております。でこれはねすごく僕は使います。黒の部分を黒で表現するっていうのはすごくねちょっとかっこいい表現になるので、僕はこれがおすすめです。逆に明るい部分を色を付け加えたりすることもできます。今ね後ろの間接照明がこれでサイドが変わってきていると思います。ちょっとここは濃くしておきましょう。はい、これでだいたいいい感じになってきたんじゃないでしょうか。で最後にこのねリフトで、シャドウ部分を若干ね青くしてあげて、デゲインで少しあったかくしてあげると、そしたらねこんな感じのまあオレンジティールの動画に仕上がります。でまあちょっとね今この状態だとまあ青が少し強すぎるかなと思うので、またね新たに僕はこういう風にここで黒をね少しだけ弱めて黒にしておいて仕上げていきます。これぐらいかな。はい、こんな感じになりました。でねこれを再生すると、ここはねダヴィンチリゾルブのカラーグレーディングをやっていきたいと思います。はい、でこんな感じになります。結構良くないですかねこれ。うん、まあこんな感じの、まあ、結構ね大雑把なんですけど、こんな感じでグレーディングはできます。はい、ということでいかがだったでしょうか。これがねダヴィンチリゾルブの基本的なねカラーグレーディングのやり方となっております。まあねそんな難しくないし、結構ねあのプレミアプロを使ってた方とかはこんなにできるんやっていうのをね分かっていただけたんじゃないかなと僕は思います。はい、僕はね結構ダヴィンチ使って驚きましたね。はい、まあね色をいじるっていうのがねちょっとあんま上手くないからこそ、こうやりやすいソフトでやるっていうのがすごくね楽しかったですね僕は。はい、ということで今後もねダヴィンチとかプレミアとかねいろんなね動画のまあ、チュートリアルも撮影方法とか編集方法とかね、いろいろね、出していきたいと思います。あとで、ね、比較動画も。まあ、ぜひね、このチャンネルに興味を持ってくださった方とか、まあ、ぜひね、登録をお願いします。で、もともとね、もう見てるよっていう人はね、ぜひね、高評価で応援をしていてください。僕ね、インスタもやってます。ぜひね、登録じゃない、フォローしてください。はい。そんな感じでね、今日はここで終わりにしたいと思います。どうも最後までご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあね。Thank you.